京都に九条のネギって書くおネギがございまして、九条ではなく九条と読むんですけど、それはとても素晴らしいものですが、憲法の九条はあかんよ。憲法九条に自衛隊を明記しておくだけでちょっとだけ安心。産経新聞2022年5月12日、衆院憲法審で九条議論、立憲友さんは改憲反対。立憲はあの悪夢の、いやいや現実地獄やったやんの民主政権の連中、スタートメンバー菅内閣の連中、希望がなかった希望の党に入れてもらえなかった角丸枝野が慌てて作った政党です。鳩山由紀夫が民主を作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだってよく言われてたんですけど、社会党って国際組織の社会主義インターナショナルに加盟している非常に厄介な連中だったんですね。社会の窓主義インターナショナルって呼んでるんですけど、社会の窓主義インターナショナルって込み入ってる国際共産党第三インターナショナルっていうところとそもそも同じ組織やったんですよ。コミッテルは日本共産党や中国共産党の大元、国際共産党、日本共産党はコミッテル日本支部として誕生しました。コミッテルはコミンテルのこと。コミッテル第三インターナショナルですが、第二インターナショナル時代は社会の貧しいインターナショナルとコミッテルは同じ組織。恐ろしいあーで核の命が起こって、核の命が成功して、レニンのおっさんが、ほんまはレーって伸ばすんやけど、レニンのおっさんが、第三インターナショナルコミッテル国際共産党を作ったんです。で、世界各国にコミッテルの命を受けた、コミッテル何々支部、何々友さんと、友さんは共産のことです。ができたんです。何々友さんと、何々の部分は国名、国名。日本共産党は、できては潰れ、潰され。でも、復活しっていうのを繰り返してるんですけど、私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実をごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。で、先人の書を紐解くきっかけとなったのは、社会統計の実に偉いとされる立派な先生とおじいちゃん、名誉教授とお仕事させていただく光栄な機会に恵まれまして、毎度毎度こいつ意味不明やねんけど、全くリスペクトできず、社会党って一体何なんから、その人の足を引っ張りたくなって調べ出したんですね。で、その仕事の責任者が定年して、私と仲良かった方に友さん員として生きていく宣言をした。友さん、共産、友さん党員に。それを聞いた時、ああなるほど、だからあの時の仕事がとても変やったんやって思いました。でもその時は社会の貧しいとコミッテルが同じ組織って知りませんでした。先人の書を紐解くと、コミッテルの悪さばっかりがクローズアップされてて、社会の窓主義のことがようわからんかったんですけど、最終的にわかったのが、いろいろ調べ尽くした後に、結局、社会党って何なん？辞書、辞典を見たら、コミッテルとそもそも同じ組織やった。あー、なるほど。盛大なプロレスやってたんや。日本国憲法は平和憲法ではございません。平和憲法って言うてる奴らは、悪界酸っぱい勢力。それで洗脳して、憲法を変えさせないようにしているだけです。日本人は丸腰でコロコロされなはれ、今めっちゃやばいところにいるので、ちゃっちゃと核武装しろよって私は思っています。使う使わないなんてどうでもいいのよ。核保有国になってる方が安全やねんって。人の権、余計なの入れときますわ。平和を叫んでる人たち、声高々に言うてる人たちって悪界スーパー勢力の操り人形やからね。とにかく日本国民は悪界スーパー勢力のヤバさを知るべきです。コミッテル系社会の窓主義インターナショナル系の恐ろしさ知るべきです。で、耳障りのいい言葉に騙されないようにしてほしいです。で、赤く染まってしまった人を助け出したいとか救ってあげたいとか思わない方がいいですよ。これ身内やったらしゃあないけど、知り合いがそうなったらもうほっとこう。痛い目に遭わなかったら自分の考えを変えない。時間無駄、めんどくさいだけ、イラってさせられるの嫌やん。別にそんな人がどうなってもいいっていう考え方にした方がいいよ。記事によりますと、衆院憲法審査会は12日、洗脳層の放棄を規定した憲法9条を中心に討議した。プチンプリンみたいな名前の方が、元コメディアンがトップを務めるウクウクさんにズカズカズカって入っていって、バンドンガーンとかやってるやつ、進行などを踏まえ、国民の国防意識が強まる中、
自民などが9条改正も排除しない意向を示した一方、立憲民主と友さんは共産反対で歩調を合わせた。そりゃそうやろ。公明は安全保障体制の充実が必要だとしつつ、改憲への賛否は明らかにしなかった。公明は厄介よ。隠れ友さん主義者の集まり。公明の母体である宗教団体のトップの大ちゃん、あの方中野国で写真家として写真展とかやってて、私は十数年前に中国語でいろいろ検索してたんですね、バイドゥで。で、池田の大ちゃんの特集番組見つけたんですね。で、中野国の国営放送なので当然中国語で、私そないに流暢に話せるものではなく、ようわからん。でもインタビューが日本語やったんでバッチリわかりました。宗教団体のトップか公明のトップか、どっちかようわからへんけど、おっさんのインタビューで、日本でトムさんの国を作ろうと言うたらバカにされんねんけどって抜かしてやがりました。その時はまだトムさん主義の本質知らなかったんですけど、あ、こいつらがトムさん主義者やねんやってわかりました。で、中の国ってえげつないところっていうことはわかってました。だって天国の天に安心の安、そして門って書くところで、6月4日戦車で学生さんたちくちゃってなってうわーっていうの見てるし、その当時日本のテレビ NHK とかは逆の札はなかったとか嘘の報道してたみたいですけど、私はホングコングの映像とか見て、うわー、えげつないことやっぱりやっててんやって見ました。私は右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクスさんやと思ってて、関わらないように見ないようにしてきました。終戦記念日って毎年来るやん、当たり前のように。で、その度にあの瀬の祖は何やったんやろという特集組んでみたりしとるけど、赤い酸っぱい勢力から日本を守るためやんけって私は思いつつ、今表立って活躍できるやつだって友さん主義者、社会の窓主義者だらけやろし、まあしゃあないんやろかもしれんけど、そろそろみんな気づけよって思ってます。まあでも無理やろな。私は先人の書を紐解くきっかけ、支援やからね。支援、個人的な恨み。社会のからくりを知ってしまうと気がめっちゃ楽になって、共産国で行われてることは見て見ぬふりが一番やし、あのバンドンガンってなってるところはそもそもソビエテタ連邦の一部で、私たちにとっては敵国でしかなかったし、関わると面倒なことに巻き込まれるだけなので、知らん顔推奨、心ここにあらずで眺められて、かわいそうとか思わないし、募金をしたいとも思わない。赤い酸っぱい勢力の連中って常に混乱と破壊を使命に動いてるし、統一戦線工作言うて同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作いうのがあるんですけど、あいつらそれやってるようにしか思われん。女性子供がかわいそうとかやってきますけど、共産国で行われてること見なかったら何も思わへん、大丈夫。今行われてることはああはならないようにしなくっちゃっていう教材として見るべきだし、赤い酸っぱい勢力に政権取られないようにするべき。今現在の野党の連中を全員落選させるべきなんですよ。維新ほど立ちの悪い政党はないから、維新も含めてね。維新の正体ティグレを作った顧問の方とかいらっしゃって、維新ティグレで検索してみ、ああダメじゃんということがわかります。維新に丸山の穂高さんがいらっしゃった時、北方の領土は千の層をしひんかったら取り戻されへんでっておっしゃって、問題になった時に丸山さん放り出して、馬場の信行と片山の虎之助が恐ろしいああにお詫びに行ったんよ。あいつら込みってる系でしょ。憲法9条が違憲とか言っている社民、社会主義、インターナショナル系、そして共産系、立憲民主とか、我々日本国民の敵やねんで。維新は憲法改正に協力的みたいやけど、維新はティグレを作った上田匠系、同じ系列ちゃうかな。